シングルツインっていうね、二人で乗れるね、ところだった部屋だったんですけどね。いや、懐かしい。あ、これですよ。あ、かっこいいな、やっぱり。懐かしいな。これね、これからこの電車、島根県とね、香川県まで行く。すげえな。東京からそのとこまで行くよ。これ毎日運行しててね。でもこれあれなんですよ、今ね、寝台特急で定期的にね、定期列車で走ってるのね、このサンライズだけってところでね、しかもこの鉄道も、かなりね、デビューしてからもう3、40年経っていて、いつ引退してもね、おかしくないと言われているのでね、これはね、引退が発表されてからね、すごく人気でなかなかチケットも買えなくなるので、ね、乗るならねやっぱり今のうちかなと思います。僕もね大学生の時に一回乗ってね、すごく良かったね。その動画もね送ってくださいぜひご覧ください。ほんまに良かったです、最高やったね、最高。はでもねやっぱりね止まってるところもいいんですけどね、せっかくやから走ってるところとかもね撮ってみたいんで、ちょっとね有楽町行ってねちょっと撮ってみたいと思います。ちょっと有楽町に入ります。はい、というわけでね、有楽町に来ましたけども、サンライズの出発時間がね21時50分なんで、今21時39分なんで、あと10分ぐらいねちょっとここで遊んで、ちょっとね多分動画撮影ちょっと楽しんでいこうかなと思います。早速ね新幹線が来ておりますけど、ここね、カーブがね、すごく綺麗でね、いろんな電車が見れて、すごくいい。渋谷方面行きが参ります。来た。いやー、いいね、新幹線来て、あれ、常磐線から。わー、いいね。おー、常磐線か。50分になりましたので、今東京駅をねサンライズが発車すると思うんで、しっかりねこの目に焼き付けて、皆さんチェックですよ。今からサンライズ来ますよ。来た、あのライト間違いない、サンライズや。来たサンライズ。駅なんでちょっと静かにします。来たサンライズ。
あーこれは快適や。あー気持ちいい。最高やわ。これよこれ。おー